年度太田工業農会の儀を開催いたしますが、式典に先立ちまして今はなき仏庫社のご冥福をお祈りするとともに、交流服役者の一日も早い社会復帰を祈願いたしまして黙祷を捧げます。ご一党様、正座してください。黙祷。黙祷終わり。直ってください。一つ開式の辞。ただいまより平成30年度神戸山口組太田工業農会の儀を挙行いたします。司会執行役を不肖私太田工業若頭補佐山口直人が相務めますが、何分にも未だ郷土を修行中の若輩者、手違いや失礼の段多々あると存じますが、何とぞご容赦のほど伏してお願い申し上げます。一つ綱領宣言。綱領宣言を若頭補佐荒井達義殿が先導を務めます。ご一党様、ご唱和ください。正座してください。綱領。神戸山口組は共同精神にのっとり国家社会の交流に貢献せんことを期す。よって組員は佐の格好を体現することを要す。一つ、うちを固まるに和親合一を最も尊ぶ。一つ、うちを固まるに和親合一を最も尊ぶ。一つ、外は接するに愛念を辞し真偽を重んず。一つ、外は接するに愛念を辞し信義を重んず。一つ、徴用の情をわきまえ礼によって終始す。一つ、徴用の情をわきまえ礼によって終始す。一つ、世に処するに己の節を守り阻止を招かず。一つ、世に処するに己の節を守り阻止を招かず。一つ、先人の経験を聞き人格の向上を図る。一つ、先人の経験を聞き人格の向上を図る。以上、神戸山口組太田工業。直ってください。一つ、組員代表挨拶。組員を代表いたしまして若頭彩川道夫殿より親分にご挨拶いたします。お願いします。平成30年度農会に際しまして一言ご挨拶させていただきます。太田工業再起結成早3年が過ぎ、世間では3つの山口組が存在していることでいろいろと多難なる出来事が起こっておりますが、我々太田工業組員に際しましては皆様方の強い信念と意志のもと、親分はもとより組員の各々方のおかげをもちまして、世間に太田工業の誇りと共同精神を伝えることができていることを心身と感じる次第です。ことわざにもあるように石の家上にも3年とは言いますが、言葉は安く実行はたやすいものではありません。これもひとえに親分の人徳があればこそ叶えられたことだと日々感謝を忘れることのないように、来年も親分にはお体を十分に配慮していただき、ますますのご健勝と皆様方のご精鋭を祈願いたしまして、甚だ簡単ではございますが組員代表の挨拶とさせていただきます。平成30年12月14日、彩川道夫。
現在ありますけれど、私は今の太田工業がみんな和気あいあいでものすごいいい雰囲気でみんな今日まで来てると思いますね。別に誰がそしり合うことなくね、なんかこう要するにどこの組でもね、やっぱり大きくなっていくとやっぱり派閥とかいろんなのがあるんですよね。せやけど、まあ今のこの太田工業に関しては今私が見る限りはそういうことが一切ないし、みんな和気あいあいでほんまに私もありがたく思っております。まあ私も一生懸命頑張りますので、皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。一つ、組指針発表。平成31年度組指針を若頭補佐川口亮殿に発表していただきます。平成31年度組指針神戸山口組一心一意、意味は心を一つにして共に思い励むこと。太田工業組指針一年不動、何事にも左右されることがない様。以上。一つ、所持報告。平成30年度の所持報告を本部長金岡光生殿に報告していただきます。平成30年度の所持報告を行います。継承は略します。太田工業組長太田盛政、若頭綾川道夫、顧問谷和彦、岡川源氏、本部長金岡光生、若頭代行北野俊樹、組織委員長紅野直人、障害委員長杉本博、若頭補佐堀和弘、新井達義、川口亮、高山和幸、福益中中四国責任者中平哲也、関東責任者山口直人、幹部石橋拓也、服役中組長秘書杉山明、組織委員山田健生、若中家田博之、早見達志、浜本秀夫、平井保つ、坂本光俊、服役中幹事山下良次、杉浦貞夫、杉本治、滝本誠也、服役中山本稔、日々野誠、服役中立岡慶吾、服役中安藤大二、交留中佐々木権、交留中谷口健二、上野博美、直参21名、幹事11名、支部組員129名、服役交留者26名、総員135名にて構成しております。末尾になりましたが、平成31年度におかれましては、太田工業のますますの発展と親分をはじめ皆様方のご健勝を祈願いたし、平成30年度の所持報告とさせていただきます。一つ、閉会の辞。ただいまをもちまして、平成30年度神戸山口組太田工業納会の儀を閉会いたしますが、来たる平成31年度の太田工業のますますの流盛発展を祈願いたし、若頭補佐中平哲也殿の温度により
一本締めを行います。